2030年までの間例えすあまり声を大きく言えませんけれども、まあ、一般庶民の方はもう買えないからいいやと高くなった建築費が実際の物価、えー、価格に反映されるのって2年後ぐらいなんですねということは、えー、多分今年もおそらくもっと高くなるかもしれないと金利が変動するっていうことは投資家心理としてあそろそろ宴が終わると。 ちょっとこの10年ものすごく宴が続いちゃったんで、はい、なんとなくもう苦しいことみんな忘れちゃってますけれども、えー、どこかで調整局面は必ず来るんです、うん、お金借りて家買ってたの都市伝説になっちゃうんじゃないか、はいえー、そんなフェーズがやってくるんですねこれは結構価値観のコペルニクス的なあの変換になると思ってます不動産投資を学ぶなら楽待ち ファーストロジック楽町チャンネルをご覧の皆さんこんにちはフリーアナウンサーの松尾恵理子です今回のテーマは高騰するマンション価格と今後の不動産市場です東京23区の新築マンションの平均価格は1億円を突破するなど物件価格の高騰が話題となっていますなぜ不動産価格は上昇しているのかそしてこれからの不動産市場はどうなっていくのか 本日はオラガ総研代表取締役牧野智弘さんにお話を伺っていきます牧野さんよろしくお願いしますあよろしくお願いしますではまずはじめに牧野さんのご紹介をさせていただきます牧野さんは東京大学経済学部を卒業後第一官業銀行に入校その後ボストンコンサルティンググループを経まして1989年三井不動産に入社その後ジ J リートの執行役員 運用会社の代表取締役を経て現在はオラガ総研代表取締役としてホテルなどの不動産プロデュース業を展開されていらっしゃいますさあ牧野さん不動産業界に入られて30年以上もう長い歴史をご覧になっていると思いますけれども、はい、え率直に今の日本の不動産市場どんなふうにご覧になってますかまあすごい高くなりましたよねうんあのなかなか一般の人が、はい マンション買いたいなとかお家買いたいなと思った時にししてしまうぐらいの、えー、まあそんなマーケットですよねやっぱり歴史的に見てもちょっと過熱しすぎてるなっていうぐらいな感じでしょうか過、まあ、熱,熱って皆さんよく言うんですけれども、はい、まあ当然あの需要と供給のバランスの中で物、はい、ののっていうのは売れていくのと不動産マーケットって、まあ、ある意味一緒ですので、はい、まあこれを過熱であれば必ず元に戻りますし、はい 金熱でないんだったらばもっと上がるかもしれないと<ー>そういうふうに捉えてますなるほど、はい、今後どうなっていくのかということもこの後伺っていきたいと思いますえ本日はまずはですねマンション価格高騰の構造的な要因そして今後の不動産市場の展望さらには私たちはどうしたらいいのかそういったところまでお話を伺いたいと思いますどうぞよろしくお願いしますましではまず昨今のマンション価格の高騰についてなんですけれども 中古のマンションでも1億円を超えるというような状況になってきてますよね、これ、どうしてここまで価格が上がってきているんでしょうかうか、ん、ままず松尾さんどう思われますちょっと上がりすぎている、でもそれはいい物件が少なくなってくるからなのか、うん、人工的な問題なのか。はいえ 何なんだろうといいのは正直あまりよく分かっていませんですよね一般的に言われているのは、まあ、非常にあの地価が上がってきちゃって、うん、それからあの最近耳にするのは建築費<ぁ>、えー、これがものすごく上がっちゃったよと,、はいえー、ということで土地代が上がって建物代が上がると例えばマンションっていうのは土地を仕入れてそこに建物マンションを建てますんで当然原価が上が上っちゃうんですねそれは仕方ないじゃないっていうふうにまず思いますよね。うん それから、えー、となかなか買うマンションがないよっていうふうに考えるわけですけれども、はい、実際に今新築マンションの供給個数って例えば15年前とか20年前に比較すると、えーはい、大体3分の1ぐらいになっっててますす、えー、そんんななに減るでので例えば2 0 0 5 6年ですと、えー、首都圏1都3県で8万戸から9万戸1年間で供給はあったんですけれども。はい 昨年の例でいくと、3万個を切ってます。それを伺うと、まあ、価格が上昇するのもわかるな、そうなるよなって気もしますね。そうですね原価が高くて、供給している量が、少なくなってますんで。ん価格は、上がりますよね。うっていうところで、実は、この話は終わりではないんです。まだあるんですね。はい。買ってる人が違うからです。買ってる人、買う側の。はい。なんでしょう。属性が変わってきてるて。例えば、松尾さんがマンションを買うっていう場合は。 やっぱり自分で住むという目的ですよね。はい、ところが、今マンションを買っているお客さんっていうのは。住む人っていうのは、実はあんまりたくさんいなくて。<お>えっと、全然違う目的で買ってる人が多いからです。となると、投資ということですか。そうですね。えっ、ー、と、一つにはですね。えっ、ー、と、この国内、えー。お金持ちの人がものすごい増えてます。へえー。それが一点。はい、それから二点目。 これはあの国内外の投資家さんこれが例えば外国人から見ると日本の不動産安いねそれから国内でもこういう不動産を投資して儲けようっていうまあいわゆる投資家さんこういった動きが2番目。から3点目が特にあのお金持ちの中でも高齢になった方はそろそろ相続をお考えなきゃなんだ。 で相続って非常に日本は税率が高いのでこのままだと相続人のお子さんやお孫さんが大変な税金の負担がかかるよねとじゃあ同じ1億円を現金で持ってるとそのまま相続税率がかかっちゃうんですけどもこれをマンションに切り替えておくと大体いい6割から7割ぐらいの評価に評価下がっちゃうんですね。そうなんでですね、はい、1億円のものも持っているよりは 1億円のマンションを買っておくと6000万円とか7000万円の評価になるんで税金安くなりますよね。はい。えこういう節税需要が3点0そんなにこう大きな要因になるほど節税需要っていうのはあるんですね。たくさんあります。で、えっとこの今の高いマンションを何とか買おうというのが、えー、パワーカップルって言われている人たち。はい、えー、これは、えー、夫婦トンバタラキで。 ご夫婦の年収を合わせると1,500万円以上ぐらいですと今住宅ローンの金利ってすごい低いですから買、うん、えちゃうんですよね、うんえと。この人たちが何とか頑張って一生懸命フックかけてるっていうのが実態。 そうですか。いやいろいろな要因があるんですね。はい、その国内富裕層が増加しているというのもちょっと驚きだったんですけれども、はい、それあの経済成長に伴ってどんどん増えてきているということなんです。そうですね。じゃあちょっとあのこの表で見てみましょう。はい、あのこちらの表は野村総研が発表しているですね。はい、純金融資産、まつまりあの不動産とかを入れずに。 金融資産としてお持ちのこの国内の世帯別の分布を見たものなんですが、ねはい、一番上があの超富裕層という定義になるんですが金融資産で5億円以上持っている方そ<う>からその下が1億円から5億円、まあ、この超富裕層と富裕層と言われている人たちが、えー、今現在日本では148万世帯います。へー でえー、その下、純富裕層が5000万円から1億円ぐらい、まあ、予備軍ですね。えー、そしてあの一般の方々というのはなかなかあの金融資産3000万円以上持ってる方って、えー、非常に少ないんですけれども3000万円未満の層が全体の7割以上になります、えー、ところがです、ね、これをちょっと時系列で見てみましょう、はいえー、これは今の分類ですね。野村総研さんのやっている超富裕層 富裕層以下の分類を2005年からの約15年間、2005年の世帯数を100としてどのぐらい世帯数伸びているのかを指数化したものです。えー、ものすごい伸びているのはブルーとオレンジですよね。これは超富裕層と富裕層ですね、はいえー。この15年間の間で1.8倍ぐらいになってます。 あれただこの2005年から現在までを振り返ってみてデフレの時代も長かったですし何がそんなに富裕層になる後押しになったのだろうと思うんですけど。はい、これはあのよく言われている金融の大規模緩和、うん、つまり、この日銀があのマイナス金利政策を取って投資マーケットに大量のお金が出てきました、はい、でそれに伴ってあの株がずいぶん上がったんですね。えー でこういったあの富裕層の方々っていうのは現金で持ってるだけではなく、えー、株であったりあるいは債券こういったものをたくさんお持ちですので当然含みがどんどん出てきたと、はい、そしてこの日本も戦後大体80年迎える中で、まあ、ある意味資産格差っていうのもすごいついてきましたその中でさらに大量のマネーが投資マーケットに出たんで、えー、富裕層の方々はさらに、えー、この 資産を積み上げていくと、うん、まあこの過程がこのグラフから見るとはっきりと出ています。ちょうどアベノミクスのあたりでぐっと伸びているのもわかりますね。綺麗わかりますよね。<ー>だからアベノミクスという政策はまあいろんな考え方はありますけれども、こうやって見ると2013年以降ぐらいから、え特にこの二つ超富裕層、富裕層が一気にまあ表に出てきたというか、非常にこの方々にとっては えー、良い政策だったんでしょうね。そういうことになりますね。うん、で一方この中富裕層とアッパーマス層マス層はあまり大きく変化はしなかったんですね。そうなんです。したがってあの一般、うん、庶民といいますか、はい、の方々にはあんまり恩恵がなくてですね。えー、お金持ちの人はこの成長にドライブがかかったっていうのがまああのいわゆるアベノミクス金融緩和政策だった。 こういういデータ見ててもかなりりはっきり出てますね不動産価格がどんどん上昇していく中、まあ、超富裕層、富裕層の方々にとっては、まあ、大した問題ではないのかもしれないですけれども、はい、一方、そうでない皆さんにとってはなかなかこう不動産が手に届かないものになってしまいますね。とりわけあの都心居住というのがものすごく進んできてみんなが都心に住みたいとなると当然、土地代が高いですよね。はい から先ほど言いましたように建築費が高くなってくると一般庶民の方はあのなかなか年収が伸びない中でどんどんマンションが遠い存在になってしまうところがこういったあの金融資産をたくさん持っちゃった人はお金いくらでもあるんですねそうするとこれを供給する側からするとまああ,のあまり声を大きく言えませんけれども一般庶民の方はもう買えないからいいやとそれで都心で建築高いけれども どんなに高いマンションを作ってもつついてきてきくれるのののがこしたがって需要と供給でマーケットって成り立つんで、うんはい、冒頭に言いました通り、えー、マンションを作っている側からするといやお客さんいるからあるいはたくさん作る必要はなくて都心でいいものだけを供給していればマーケット成り立っちゃうんで、えーまあ、これでいいやっていうのが現状の不動産マーケットです。うん ちなみに今どれくらいマンション価格というのは上昇ししててきてるんでしょうか、はいえー、とこちらがです、ねはい、ここ10年、えー、8年ぐらいですか、はい、2015年から2023年まで東京23区内で、えー、新しく作られたマンションの価格の推移を見たものです棒、はい、グラフが平均価格なんですけれども2015年ぐらいは、えー、6000万円台だったんですね。 でところがあ昨年2023年これあの新築で供給されたマンションの平均価格なんですけれども、はい、1>, 1億円超えちゃいまして1億万円です高い <laughs> <laughs> しかも、えっと、平均して出しているマンションの、はい、おいわゆる面積ですね一熟戸当たりの面積で割った1平米当たりの単価で見たらですね、えー まあこれはあのちょっと驚きなんですが、2022年から23年のたった1年間でものすごいジャンプアップ、つまり1平米あたり172万円というまあものすごい高い金額になったっていうことがわかると思いますい。この1年でどうしてこんなに上がっちゃったんでしょうか。えっとですね、まあいろんな見方があります。あの、えー、供給の個数が減っちゃったんで、まあ、たまたま23年に供給されたものに。 あの高級なあの大規模なあのタワーマンションみたいな、たくさん。たまたま出たっていう説もあるんですけれども。はい、もう一つ言えるのが、この2,3年で急激に上がった建築費なんですね。であの建築費って、今が高いとすぐデータに出てくるかというと。マンションを建てるまでって、大体2年ぐらいかかるんです。したがって、発注をして、実際に出来上がって販売をする。 つまり高くなった建築費が実際の物価、えー、価格に反映されるのって2年後ぐらいなんですね。ということは、えー、23年前から建築費がどんどん上がってきたのが一気に来てしまったと。ということは、えー、多分今年もおそらくもっと高くなるかもしれないと。うん、時間的な遅れがあるわけです、ね、そうですすねそう<ー>、はい、なのでこの傾向っていうのは、えー、ちょっとしばらく続くんじゃないかなっていうのが我々、まあの見方です。 いやーなかなかこう覚悟を決めないとマンションが買えなくなってきてしまったなと思うんですけれども、ねはい、この業者が買いに入ったりあるいはこう外国の資本が買いに来たりということもあるんですよね。これも結構ありますね、うん、というのはです、ねえー、と先ほどマンションマーケットが9万戸あったのが3万戸終わるぐらいになってしまった3分の1になったそれで、えー、都心でしか供給されなくなったでなんで都心でしか供給できないんだろう じゃ一般庶民向けに郊外でマンションを欲しい人たくさんいるんだから、えー、郊外で作りましょうっていうふうに普通は考えます。そうですね。ところがえっ、ー、と郊外のマンションも都心のマンションも建築費とあんまり変わらないですね。で土地代は多少安いかもしれませんが建築費膨らんじゃうと通常マンションっていうのは土地代が3割ぐらい建物代が7割ぐらいなんですね。でこの7割を占めている建築費がものすごく上がっちゃったっていうことは 郊外で新築マンションを出そうとするとやっぱり価格結構上がっちゃうんですところが郊外に住んでらっしゃるような一般の庶民の方々の年収って実は全然上がってないんですねしかも税金が上がったりとか、えー、物価が上がったりとかでなかなか全部を住宅に回す余裕がないということは作っても売れないんですそうですね、えー、そうすると えと郊外のでマンションを供給していたような中堅以下のおゼネコンやデベロッパーさんからすると商売のネタななくなってまますすよよね困りじゃあ都心に自分たちも打って出て、えー、メジャーセブンと言われているような大手のデベロッパーと戦って都心に大きな土地持ってタワーマン建てましょうって言ってもそんな企画力も技術力もないばかりか、えー、資本力ないですよね。うん で仮に資本うまく調達今低金利なんで銀行さん貸してくれるかもしれませんが今度はそれを先ほど言った富裕層とか節税をしたい人たちとか販売ルートなないんです、ね、そうなんでですすねそうお金持ちほどブランド志向ですからそうすると彼らはご飯を食べる術がないので何をしているかっていうと銀行から調達したお金でこの大手のデベロッパーの作ったマンション 10個も20個もまとめて買うんです。はあ、そうですか。で、買ったものを、えー、転売をしていくと、えー。それによって、えー、食べている業者さんってたくさんいるんです。自分のところでやるよりもその方が効率がいいわけですね。はい、なんで昨今話題になったようなハルミフラッグ、うんえー。あれはあの一つの法人で、えー、10件も20件も買ってる。間の中には不動産業者さんすんごいたくさんいます、はあ。そうですか。それを賃貸に出そうと。 投資にしようと、まあ、賃貸するあるいは転売をするということによって、まあ、あの彼らも商売しなければならないので、えー、そうやってやっているのが実態、まあ、それから当然あのよくメディアで言われているように、えー、外国人の方からするとですねそうすると昔僕たちが、えー、ハワイに行くと。 あるいはアメリカに行くと何でも安いわと、うん、って言っていて日本人もたくさん不動産外国で買ったりしたちょうど逆バージョンが今、日本で起こっているので中国やあるいは東アジア、東南アジアから日本に旅行をついでに旅行をついでにまあマンション1軒買っとくかっていうような <laughs> これ本当にいらっしかもキャッシュで買っちゃうんで。えー あのまああのー、マンションを売る側からすると、はい、上得意のお客さんですよね、まあ、そういうことになりますけどね。はいまあ、それで、えー、そんなことも相まってです、ねまああの、一般庶民が手にできるようなマンションがそもそも売られてないし、価格は届かないし、買ってる人たちが全然違うっていうのが、今のママンンションマーケットです収益物件数ナンバーワン、不動産投資を始めるなら、楽待アプリ。楽町で検索 今後の不動産市場って一体どうなっていってしまうんだろう。ますますこう庶民から手の届かないものになってしまうのか。まあこの値段の上昇というのはまだまだトレンドとして続くということでしたけれども。どんなふうにご覧になりますか。そうですね。あのここいくつかポイントがありましてね。はい、あの投資のマーケットで支えられているっていうのは意外と脆弱なんです。つまりえっと投資の環境が変わった瞬間。はい えー、みんな投資しなくなくるからです投資環境が変わる、具体的にはどんなことが考え金利<ー>、えー、皆さん、やっぱりあの投資をする際には、うん、まあ先ほど例に挙げたように全額キャッシュで買っちゃうような外国人の方はちょっと別に置いといてですね、えー、皆さんあの、借入金をある程度起こすことによって投資利回りりって上がりますよね、はい、自己資金はちょっと入れて、えー、残りを借入金でやると今、金利低いですから。 思いっきり、まあ、これをレバレッジっていうんですけれどもところがこの金利が上がってしまうと、えー、少し慎重に考えないとですね、うん、えと実際に物件価格が今後も上がるかどうかっていうのは実は金利がものすすごく作用します通常一般的には金利が上がると、はいえー、債券でもそうですけれども、えー、物件の価格って下がっちゃうんです。したがって 金利が今あマイナス金利政策は解除になったっていうこのニュースだけで投資家の心理ってちょっといやいや危ないぞと僕もあの不動産のリートという不動産投資信託の社長をやってましたけれども金利はめちゃくちゃゃく敏感でしただからあのよく人によっていや大丈夫だよと日銀はさあんなに国債いっぱい出してるから。 金利を上げちゃったら日銀が潰れるから金利上げられっ子ないじゃないっていう人いるんですけれども。あれはあのすごく短絡的な見方でだって。日銀がえっと金利で全ての経済を維持できるんだったら、日本の経済はもっと良くなりますよね。実はえっと金利っていうのは日銀一行だけでコントロールできるような代物ではないんです。で、世界中金融マーケットってながっちゃってるんで。 今アメリカの金利と日本の金利にものすごく差があるんで円安になってます,、はい、そうですね。じゃあこれずっと放置してると、えー、日本が、えー、と輸入物価ってのはどんどん上がっちゃうんでこうなってくると金利が変動するっていうことは投資家心理としてあそろそろ宴が終わると。はい、っていうと例えば外資系から逃げたり、はい、それから、えー、と純粋に不動産投資やってる人も。 そろそろ手締まりかな。なんていう動きが実はここ一二年、はい、あの投資マーケットの投資家サイドの会話の中でももう出てきてます。あ,あそうですか。あの中にはもう売り始めてますそうなんですねで早い方は。そうです。でこれは一つの真理ですから間違ってるかもしれない。あまたまた続くかもしれないんですけれども。えー この辺はチキンレースになったりとか、はい、あるいは、えー、と慎重な人は逃げるけれどももっとアグレッシブな人ってこう投資の行動って分かれるから面白いんですけれども、うん、えと金利は一つ、うん、この場を変える大変大きなファクターしかも金利が0コンマ1上がるか1%上がるかって議論はあんまり関係なくて、えー、と投資家の心理ででですすかかからもうただだ上がるか下がるる下けでそうですで実際あんまり上がってなくても、えー、いやそろそろ手じまいだよと。 あの例えば僕は松尾さんにささやくわけです、うん、そしたらあいっぱい、例えば不動産投資をやっている松尾さんがちょっと私、あの物件売っときましょうかというの連の鎖のです、これによってマーケットって変わっちゃいます、うん、でそれが一つですね、うん、ただあの長くこの不動産市場をご覧になっている牧野さんから見た場合、日本の金利って、まだまだ低水準だと思われますか、えっと、めちゃめちゃ低いです。そううですよねめめちゃめちゃゃ低いということとこは どこかでで調整局面は必ず来るんです、うんえー、ちょっとこの10年ものすごく宴が続いちゃったんで、はい、なんとなくもう苦しいことみんな忘れちゃってますけれども、えー、まあ僕があのリートの社長やってた時はリーマンショックというのが起こったんです、はい、まあ,あれはあの、えー、実は後で振り返ると半年1年ぐらい前からその気配は出てたんです。ところが、えー、ちょっと調子に乗ってきて、えー、まあ大丈夫だよと。 まあ僕も含めて当時のこの不動産投資マーケットの人たちはほとんどみんなそう考えてました。これがまあ極端に言うと一夜にしてまああの舞台の場がステージが変わるみたいにいきなり暗転するんです。結構怖いですよ。はい。いやそうそういうこともあるからなんかドキドキしてしまうのが不動産投資でもあるんですけれども。そうですね。はい。それからあの金利金利って言いますけれども。はい。 えっと、金利というのはあのいろんな要素で変わっていきますので単なるあの日銀の政策金利だけを見ていても分からないですね。えー、例えばですね、えっと、この政治的な情勢とか、はい、それから今例えば中国と台湾が、うん、ちょっとぎくしゃくしていく、ね、何らかのそういう戦争であるとかあるいは地域紛争のリスクが起こるとこれ金融マーケットとものすごい敏感に反映します。うん、それから ようやっとなんとなく皆さんの話題に上がらなくなりましたけど、パンデミックもまた来るかもしれないですよね。それから今言ったようにリーマン食的なえっと経済がどこかの国でおかしくなると、今世界中金利マーケット、金融マーケットつながってますので連鎖的に来てしまいます。そういったその数々のリスク、あもちろんあのあんまり考えたくないですけど、南海トラフやですね、はい、首都圏直下型の地震なんていうのも。 まあこれは東京マーケットの中で非常に大きなリスクなんでまあこういったもろもろのリスクを考えますとえ今の宴が10年続いてまあすごい良かったんだけれどもえまだまだ続くかどうかっていうのはえ分からないというのはまあこれは当たり前ですが投資をやる際にはよくいろんな情報を入れながらあの素早く行動するっていうのが まあ、投資マーケットの鉄則ですねそうですねそしてあの環境の変化ということで今お話を伺っていますけれどもその需給のバランスで成り立っているのがこの不動産市場でもありますその需給バランスに影響を与えてきそうな要因というのは考えられますすかそうですねあのこのままの状態だと、えー、一般の方々はじゃあもう家なんて一生買えないんじゃないのってちょっと悲観的になりますよね。はいうん、でも全然僕はあの 安心しちゃってます。お、そうですか、安心。はいはい、よく、あのお客様なんかにも言うのは。一番いけないのは、無理して買うこと。例えば、お家買いたい。そしたら、もう、マンション上がってます。もう、中古も上がってます。で、まず、あの。冷静にならずに、なんとかここに、あの。もう、たくさんお金借りて、でも、家を確保して。うん もっと上がっちゃうかもしれないって思いますよね。思います。なんなら思ってます。<laughs> で、あの今お話してきたように、はい、投資家って、えー、と場が変わるとみんな逃げます。で、逃げ切れないのが一般の人。はい、例えば、まああの今パワーカップルさんで、えー、世帯年収1500万ぐらいあると。 金融機関に行きますと1億円ぐらい平気で貸してくれますあの夫婦ペアローンかなんかくますね、えー、じゃああの旦那さん5000万円奥様5000万円とポンと出してくれますでえっ、ー、と投資家は場があるとあっという間に逃げます、はい、え我々は逃げられるでしょうかとじゃあちょっとこれもうもう負けとまずいから明日売って引っ越そうぜ まあ、なか子どもの学校どうするとかいろんなおもしがかかっちゃってますので <laughs>、はいえー、そうすると逃げきれないですね。うん、で、えー、とそういう無理をして買うと今のは投資に投資マーケットでものすごい引っ張られてます。はい、えとこれに一生懸命ついていく人は、えー、とむしろ確信犯で、はい、えとここで自分も売って、えー、売り買いをしてどんどんこの投資マーケットについていこうっていう人はやってください。うん だけど一般の人はちょっと今のマーケットはえっと引っ張られすぎで上がっているところがあるのでえっとここはよく注意をしたほうがいいです。じゃ普通考えると新築高すぎるから中古買いましょうでみんな考えますよねみんな考えたんですしたがって今中古マーケットってものすごい上がっちゃったんですそうするとあもう日ちもさっちもいかないとじゃあどうすればいいか、えっと、回答は一つですね、まあ、ちょっと 待ちましょうか、うん、です。そうするとまた環境要因がいろいろ変わって、いつかもうちょっと落ち着いてくる時が来ると。うん、それはすごくアバウトな見方でもうちょっと確信持たないと、<laughs> はい、そんなこと言ったって、さっき建築費ずっと上がるって言ったじゃないっていう反論きそうですよね。<laughs> はい、そその通りなんで、うん、あのもう少し詳しくお話をしましょう。はい。実は、えー、あの首都圏住んでいる人で。 どうしても家持ちたい人は、えっ、ー、と、大体二千三十年までの間に、えっ、ー、と、必ず、はいえー。環境は変わります。二千三十年。はい。遠い未来のようですけど、意外と、あとすぐですね。五年、五年六年。えー、そうですね。はい。五六年の間で、えっ、ー、と、かなり、マーケット買っちゃいます。ほう。それはどんなふうに変わってくるんでしょうか。ええ、そですね。自分が住む家というカテゴリーですよ。はい。えっと、安くなります。ええー。 あと借りるのも安くなります。えほぼ、ほぼ間違いなく。あ <laughs>、そうなんですね。はい、その確信を持ってれるその根拠というのは。はい。じゃあちょっと次の表を見てみましょうか。はい。えっとこの表はああ2022年の1月現在の一都三県首都圏のえっ、ー、と高齢者の数なんですね。はい。でえっ、ー、と首都圏一都三県にはこの時点で 65歳以上の高齢者っって900万人いらっしゃるんですんでこれはあの左から東京神奈川埼玉千葉でこの色分けしているのは濃い赤で示した部分っていうのがこの高齢者の中でも75歳以上の後期高齢者の方々なんですね。ぱっ、はい、と見てわかるとおり高齢者の半分ぐらいが後期高齢者。後期高齢者75歳以上 そうすると今日本人の平均余命、はいえー、男性が八十一歳ぐらいですかね、女性が八十六歳ですかね。うん、どうですか。い引退組というかあの。あ引退どころか<え>そろそろ相続、ね。そうですね。ですよね。あのこれはあの人間が生物である限り必ずえっ、ー、と寿命というのがありますので、はい、でここに実はまだ。 この時の時点では団塊世代入ってないんです。団塊の世代がまだ入って。い,ないあの後期高齢者にね。はい。で、二千二十五年になると、来年になると。えっと、この、ええー、団塊の世代、大体首都圏百五十万人以上いるんですけども。はい、みんな赤い方に入ってくるんです。ぐっと増えるわけですね。もともと団塊世代って、ものすごい人口ボリューム増なんです、ね。はい。この方々がみんな七十五歳以上に入ってくる。から、健康寿命を、もうそろそろ超えてくる。 したがってこれからの首都圏は相続がものすごい数起こってくるんです。相続ですかであの実は相続今も非常に起こっていて、はい、今年間で亡くなる方っていうのがだいた1 4 0五十万人これが2030年にかけて160万人超えてきますしかも、えっと、これから亡くなる方の多くが首都圏とか関西圏に、えーまあ、地方から 戦後出てきて、うん、一生懸命働いて家を持った人たちが、えー、退場されていくわけですその方々の住んでいた物件というのは当然残されたまま、はい、どうなっていくんですね,、はい、ね私もそうで、えー、去年うちの母親が亡くなって、えー、父親も五年ぐらい前に亡くなってたんですけども家が出てくるわけです、うん、で、えー、横浜のお家だったんですけれども、はい 僕ももう家持ってますね、はい、で兄弟みんな持ってるわけですとなるとその家は誰も住まないしどうしますどうしましょうね<え>とりあえず相続して誰かに貸すとかお兄ちゃん住むとて家を住まない <laughs> お前住めよっいや俺も家持ってるし、えー、ですよね空き家になっちゃってるわけですかこれがよく言われている空き家問題ですよねで、えー、じゃあ空き家のまま放置してても えと横浜ぐらいいなると結構固定資産税高いですよ、ねはい、そしたらじゃあ人に貸そうか横浜の郊外の一軒家借りてくれる人って今あまりいないですねじゃあどうするか売りますよねうでもうちょっとあの東京に近い例えばの、はい、東京23区内の大田区とか杉並区とかにもいっぱい一軒家ありますよねあそこで、えー、相続起こるとあじゃあ売ろうかあるいはひょっとすると。 えっとこのお家を借りてくれる人がいたら賃貸に出そうか。で皆さん考えますよね。今僕が言ったのをもう一回繰り返すと多くの家庭で相続は起こって実家実家ってあの昔だとなんとなく地方のイメージですけどえっ、ー、と今の僕ら現役世代のお父さんお母さんっていうのはみんな大体東京とかこの首都圏に住んでます。皆さん売るか貸すか。でみんな考えますよね。はい、っていうことは供給が 過剰とといいうかですねものすねそれが間もなくよ、ね、だってこのグラフそれからあのご夫婦2人、はい、2> お父さんとお母さん大体お父さんの方が先にいなくなるんですけども、えー、今実は、えー、とお母さんだけおばあちゃまだけが残った単身高齢者世帯ってものすごい数いるんです。だけどどんなに元気なおばあちゃまでも必ず寿命がきますんで。はい このおばあちゃまたちが亡く,な、えー、亡くなるのを二次相続って言うんですけれども二次相続がこれからものすごい数起こっていくんです今までの相続はほとんど一次相続なんでまだおばあちゃん元気、うん、だとお家を売る必要はないです、はい、ところがこれからは、えー、ついにお家を出てくるんですそうなってくると随分とこう高騰しています。マンンション価格にも影響は 少なからずありそうですね。はい、あのー、今マンションストックって全国で700万個ぐらいあります。で当然あの今僕はこういう話をすると、えー、一軒家っていうイメージをパッと持たれるかもしれませんが、はい、実は高齢者のマンション所有者ってすごい多いんですね。だいたい国交省が調べると、えっ、ー、と所有権なんかは、えー、今あるマンションストックの半数以上がえっ、ー、とだいたい60歳以上の所有者です。 半数以上でだからっマンンションの相続もいっぱいぱ出てきます、ね、そうすると中古のマンション、うん、当然売ったり貸したり、うん、それから一軒家一軒家も戦後まもなく出てきたような人たちは世田谷とか太田とか杉並とか中野とか練馬とかあの辺であの一軒家構えました。 でそういうお家だとマンションに再開するのは難しいですけれども、うん、じゃあそこの一軒家を貸そうとか売ろうというふうになるとこれから住宅を構えるような例えば僕はよくあのこれからの Z 世代の人たち、はい、多分自分のおじいさんおばあさんお父さんお母さんがお金借りて家買ってたのつまり都市伝説。はい になっちゃうんじゃないかな。えー、だって、お家なんていくらでもあるじゃないと。<laughs> そんなフェーズがやってくるんですね。あのこれは結構、あの価値観のコペルニクス的な、あの変化になると思ってます。わで、一方で、はい、えっと、このいわゆるブランドリッチである、あの都心部。えっ、ー、と、こういったところは、まあ、あの投資は一回、あの引いちゃうかもしれません。あの金利とか。変わるでも、また、場が変わるんですね。うん、投資って。 でまた買い場になるあるいはあの外国のお金も入ってくるようなところに、えっと、彼らが好むのは、えー、例えば都心の六本木だとか赤坂だとかこういったところは投資マネーが必ず入ってくるのでここは逆に下がらないです<ー>でも一般の僕たちが住むような住宅、はいえー、これはどちらかというとこれからは、えー、あんまり心配しないでいいというのがあのすぐそこにある未来です。 そして2030年までに何かが変わっていくそうですね、はあ、だいぶこれからの不動産市場が見えてきた感じがします前編ではマンション価格上昇の要因や今後の不動産市場どうなっていくんだろうという話を伺ってきましたそして後編では賃貸と持ち家一体どっちがいいんだろう私たちは相続に対してどんなふうに向き合っておいたらいいんだろうそういったあたり伺っていきたいと思います それぞれの方々のライフスタイルに応じて賃貸であってもあるいは持ち家であっても僕は全然構わないっていうふうになるほどよくセリフとして出てくるのが賃貸だと家賃っていうのは払うだけで自分のものにならないじゃないですか。僕は逆に考えるのは変なもの買っちゃったら後々までまと,りまとわりつきますよと。 えと相続ってもうこの人の歴史そのものそういった意味ではあの相続は起こってからでは実はもう身動き取れないです一つだけコツを言いますと,、えー、となかなか売りづらいもの例えば一軒家由印二つ買ってくれる人がいます。